というわけで、杉山浩一の弦が飛ぶという、まあ、この曲がかかればもう何の解説をするかお分かりの、イデオン、解説後編です。まあ、今回はまあ、発動編についてちょっと話をしようかなと。まあ、接触編プラス発動編ってまあ、劇場版なんですよね。まあ、ぶっちゃけ言うたらですね、まあ、打ち切りです。はい。なんで打ち切りになっちゃったのかといったら、この前、まあ、説明した原因が大半ですかね。あまりにもちょっと分かりづらすぎるストーリーをですね、まあ、よりにもよって UHF の、放送でやってしまったと。まあ、まあ、何考えてんだこれっていうぐらいの、まあ、トミーのですね、まあ、現宝トミーなんですけども、おもちゃ戦略もちょっとまずってまして、リアルなですね、まあ、イデオンのですね、何ですか、おもちゃじゃないんですよ。なんかね、もう完全になんか路線を勘違いしてるとしか言いようがないような、まあ、ことをやっちゃいまして。でね、主にね、まあ、制作者側の意図が、まあ、大人向け作ろうっていうので、やってんのに、大人向けのですね、おもちゃをですね、なぜ売らなかったっていうのが、まあ、一番の、トミーのですね、まあ、一番の間違いやったんですよ。でもね、これもね、もうしゃあないことなんですよね。というのも、まあ、ヤマトとかガンダムみたいに、まあ、こう、ティーンエイジャー向けのですね、番組を作るっていうことがそもそも当時異端でして、まあ、トミー側としたら、その、ザンボット3とかダイタン3みたいな、要は、おもちゃのプロモーションができるアニメーションだと勘違いしてた節があります。で、まあ、ぶっちゃけその後プラモデルがちょっと青島から出るんですけども、まあ、そっちの青島のプラモデルの方はそこそこ売り上げがあったんですよ。だから、必ずしも、まあ、イデオン自体が、まあ、そんな風に失敗したっていうことでもないんですよ。ただ、どうしたってその視聴率の問題と、まあそれは UHF で、まあちょっと複雑な話をやってて、まあ当時のそのこましてくれた芸大生である、島本和彦自体も意味がわからんって言うてるぐらいで、まあぶっちゃけ言ったらその、まあかなりハイエンドなオタクだったんですよ、彼は。39話打ち切りということで、まあ残り、3話をやる予定だったと。全43話の予定で、残り4話やるか、うん、4話の予定やったんですよね。でまあぶっちゃけ言うたらですね、この残りの4話どないしようっていうことになったんですよ。まあいきなりこう発動して終わりました的な終わり方で終わっちゃったんで、もうぶった切りっす。まあ基本的に言ったらこれなんやこれっていう終わり方、当時ポカーンみたいな終わり方になっちゃったんで、まあ、これは決着つけやなあかんやろうということやったんですよね。でまあ、劇場版を公開することにしようということに決めたらしいんですよね。まあ、これは作り手側の、まあ、良心やと思います。つまり、まあ、打ち切られたっていうのもあるんですけど、まあ、イデオン自体、その話がすごい話だったんで、まあ、これはちゃんと決着つけやなあかんと、まあ、制作者側が思ったんですよね。ただね、当時ね、サンライズがね、死ぬほど忙しかったんですよ。どういうことかというと、まあ、前に話した通り、まあ、そのガンダムのその劇場版の公開とですね、めっちゃ被るんですよ、制作時期が。つまりですね、巡り合い空を作ってる時に、接触編と発動編を同時期にやってるんですよね。しかも同じスタジオで。で、イデオンの絵コンテ切りながら、ガンダムの絵コンテ切らなあかんっていう状態だったんですよ。で、まあ、幸いにして巡り合い空に関してですわ、まあ、ですね。こっちはですね、まあ、安彦義和先生の方がですね、まあ、作画監督やってた安彦さんの方が、まあ、まあ、病欠して後半参加できなかった分頑張って作画やってくれたんで、その分ちょっとま、イデオに空きもあったんですけど、これ、当時ちょっとすごく富野さん、まあ、むちゃくちゃ、働かれてましたね。まあ、接触編がまあ、テレビシリーズを1時間半にするとかいうむちゃくちゃなことやってるんですけども、発動編もまあ1時間半ぐらいあるんですよね。で、まあ合計3時間で公開しました。1982年7月ですね。
で、まあ、巡り合い空とかのめっちゃ被ってて、で、しかも82年2月から、戦闘メカザブングルの監督もやられてます。ってことはね、もうワーカホリックなぐらい仕事してますね、富野さん。まあ、このデータ見たらね、もう阿鼻叫喚っていう風に表現されてましたけど、まさしくその状態やと思いますね。もうどんだけ仕事してんだよって思いました。まあ、そして、まあ、ザ・イデオン、接触編、ザ・イデオン発動編、まあ、3時間の公開、公開ということで、なんでこんなことになったのかというと、まあ、テレビ見てない人がぶっちゃけ多かったりするんですよ。まあ、当時、まあ、連作もので、こんだけこう、ストーリーが複雑な話やると、もう途中でみんな、諦めたりとか、もしくはイデオン知らんっていう人が多かったりとかするんで、まあ、それとはね、二部構成にして、接触編だけ別にしてですね、まあ、三部構成ぐらいが本当はベストかな。間にもうちょっと、1時間半も、もう1個入れたりとかできたらよかったんですけど、まあ、とにかく、接触編、コンタクトはですね、まあ、失敗作です、これ、はっきり言うと。最高傑作とかあんだけ持ち上げときながら、まあ、言うのは嫌なんですけども、この接触編に関しては、まあ、失敗したと思います。どういうことかというと、39話あるんですよ。で、1時間なんでまとめろってね、こんな無理ゲーどうやってやんねんっていう話なんですよね。で、そもそもこれもうむちゃくちゃで、まあ切り方がもうとにかく鬼のように切りましたね。まあもう冒頭のそのバッフクランと地球側が戦争になるよっていうことと、まあそのちょっと肝になるようなエピソードと、あと月面での戦いっていうのがあって、これを一気にやるんですよね。で、モエラが死ぬシーンで終わります。つまりB メカマのコックピットの、まあその警部なんですけども、そこからギジェザラルにっていう、まあ、バフクランの将兵がいてるんですけども、まあ、彼がその後 B メカのパイロットになるんですけど、まあ、その辺りの下りのところまでで切られてるんですよね。で、まあ、今回の、もう解説なんですけども、もう完全ネタバレ回なんで、もうイデオンまだ見てませんとか、もしくはその発動編これから見ますとかいう人は、まあ、ここぐらいでやめといた方がいいですね。つまりもう完全ネタバレ回です。はい。まあ、続きです。で、発動編はですね、まあ、その直後に放映されたらしいです。僕当時映画見に行ってないんで、まあ、どんな感じだったかわからないんですけども、多分ね、みんなポカンやったと思うんですよ。え、何これっていう。まあ、接触編はね。まあ、テレビシリーズ見てる人は、ああ、なるほど、まあ、テレビシリーズ見てるから、まあ、1時間半でこんだけあんだな、めっちゃ、流れ早いけど、まあ、俺は大体知ってるぜ、みたいな感じで見てたらしいんですけども、これはすごいよね。で、まあ、モエラが死亡したところで終わり。で、まあ、いきなり冒頭で、まあ、キッチンがですね、爆撃でやられるってところから始まります。でも、いきなりですね、まあ、精算なシーンから、始まってくるんで、もう、この話がですね、もう、子供向けなんていうぬるいこと言ってないっていうのがもう、ここでもはっきりわかるんですけども、まあ、要は爆撃で、コスモのガールフレンドがいきなり死んじゃうっていうところからあります。もうほんまにこれもうデビルマンも格やみたいな、まあ、表現なんで、まあもうですね、まあ、子供に見せられないですね、これ今多分。はい。で、まあそこから入ってって、ギジェがいきなり死亡するシーンから入ってきますね。で、この後も、シェリルさん、もう完全にですね、もう行っちゃうんですよね。もう、アダムが行ってしまいます。まあ、それぐらいのことがちょっといっぱいありまして、もともとちょっとヒステリー気味の女性で、まあ、この描き方がすごい秀逸でして、もうぶっちゃけ主人公の結城コスモよりも、フォルモッサー・シェリルのキャラの濃さに完全に壊れてますからね。で、彼女がもう完全に、もう、もう、なんていうんですか、もう、わけわかんなくなる。もともとちょっとアル中気味やったんですけどね。で、この後ですね、まあ、バッフクランが、ま、総出で攻めてくるんですよ。で、イデオン側っていうか、まあ、ソロシップ側のクルーも、まあ、レッドポイントって言って、まあ、イデのレーダーを使ってるんですよね。イデの力を使ったレーダーに映し出される赤い光点が、この前解説したドバ総司令なんですよね。で、つまり、ドバそのものが、バッフクランの持っているゴーそのものであると、イデが判断したということになります。
ん、そして、まあ、ソロシップはですね、まあ、単館でかつイデオンだけでソロシップ1隻とイデオンだけでバッフクランの大艦隊と相手にします。しかもですね、その規模がですね、もう宇宙距離を埋め尽くすような艦隊なんですよね。もう宇宙距離の天体範囲で言うと1光年とかそんなんザラなんですよ。その中に艦隊配置できるいうことはバッフクランの戦力めちゃめちゃあるんですよね。もうね、画面中に埋め尽くされてます、重機動メカやら戦艦やら、これを1隻とね、一気にイデオン一機で相手にするんですよ。まあできるんですよね、これがね。もう波動ガン連射しまくりますからね。波動ガン言うたらあかんねや。イデオンガン連射しまくります。一発で敵の艦隊が消滅するんで、でまあ、とにかくこの状態になったらもう敵の総大将をやってしまわないともうどうしようもならないっていう状況まで追い込まれます。まあ、つまりもう血で血を洗う争いがですね、もう頂点にまで達してるんですよ。で、まあ、これの直接のきっかけはイデオンの最終回である39話でね、カララアジバがですね、まあ、ベストの間に子供を設けた、まあ、異星人同士 の組み合わせでカップルで子供ができた、まあ、その子供がメシアって言うんですけども、でそれを聞いた父親の方が激高して彼女を殺そうとするんですね。で、まあ、それを見たコスモがですね、まあ、英明家のパイロット主人公なんですけども、まあ、彼がそのイデの力を使ってドバに直接話しかけるんですけども、まあ、なんでお前は殺すんだっていうことを言うんですよね。まあ、そりゃそうでしょうね。うん、まあ、カララの子供自体がそのイデの発動を抑える気になるんですよね。うん、つまりイデが権限しちゃうともう銀河中が吹っ飛びかねないエネルギーなんで、もうそれをやらないために必死こいてこっちは頑張ってんのに、親父であるお前がなんでそんなことすんねんって思うでしょ。うん、でつまりドバ総司令って富野さんのその分身なんで、でその人がですね、もうなんか閉じ込めたことやってると。まあ富野さん自体はまあ、当時その振付師をされている今ですよね。娘さんがですね、成長して反抗期になったらどういう気分になるかっていうのをシミュレートされてるんで、まあ、つまりまあ、父親の苦しみって言うんですかね、それを、まあ、ドバに、まあ、乗せてるんですよね。父親になったことでその苦しむことってのはどういうことかっていうことやってて、でドバにはドバの言い分があるんですよ。つまり部弁一辺倒っていうか、まあ、部弁の長であるドバは娘がですね、その戦争のきっかけを作るようなことをやって天津さえ異星人と子供を作っちゃったっていうことで、単純にそれだけで判断してしまってるんですよ。で姉の方はまあ、女性でありながら男、まあ、着男みたいな生き方を強制されて、で恋人やったらそのダラムズバっていう人と結局結ばれないまま終わっちゃうんですよね。でダラムの方はもうそれまでの戦闘でも死亡しちゃってるんですけども、まあ、そのことが余計にハルルとカララの姉妹の間にですね、ものすごい亀裂を、まあ、生んでると。でイデオンの裏テーマとして、その父と娘の相国とか姉妹の間での愛憎なんですよね。これを描いてるんで、だからこれが分かんなかったらちょっとストーリーの意味が分からなくなっちゃうんで、まあまあ、ドバ総司令っていう人が本当に秀逸だったなと思うのはそこなんですよ。で迷惑なのはその個人的感情ですかね。そこが乗っかってる人が、まあ、指揮を取ってるんで、ぶっちゃけちょっと厳しいですよね。バフカナの将兵からすればですよ。まあでもまあその中でもですね、なんとか和解のチャンスをイデが作ろうとした節があります。つまり39話においてバフカナの帰還の中にですね、カララを送り込んだという、カララとまあハタリでしたっけ、ハタリちゃん誰だ忘れてしまったけど、ソロシップのクルーを一人ですね、ジョリバを送り込んで親父さんと会見させたっていうことは、うん、まあそういうことだと思います。まあそんな感じでですね、まあ戦闘が激化していきまして、まあバンバンもう人が死んでいく感じになりますね。これでまあちょっと忘れてはならないのはね、戦争起きたら人なんて死ぬんですよね、普通に。で、まあ子供向けアニメーションっていうのは、まあ
割とご都合主義やったりするんですけども、まあ、富野さんの作品っていうのは、まあ、基本的にそういうのを完全に排除します。でこの前説明したのその作家性の問題なんですけども、まあ、富野周期って人は、まあ、その作家性が強いと、まあ、あのイデオンにもちゃんとあの小説版がありまして、ガンダムと同じく、まあ、このようにあの全3巻であるんですけどね、まあ、これあのそのまま文庫版なんですけども、3巻はこれあの、まあ、シェリルさんですよね、あの表紙、まあ、2巻にイデオンが書かれてるの1巻2巻までなんですけども、あの表紙にねあの載ってるのは、だからまあ、 あのぶっちゃけ言うたら相当あれですね、あの作家性の発露がゆえに、まあ、あのきちっとしたものを作らなきゃ気が済まないっていうのがあるんでしょうね。だからテーマ性がちゃんとない作品っていうのを富野さんは作られないんですよ。ですよね。つまりあの戦争を起こしたら、まあ、正義もクソもへったくれももう相手をあのまあとことん倒すってことは、まあ、そこにですね必ず正義とか悪とかいう概念を超えた殺戮があるということが生々しく伝わってきますのは、まあ、常にあの戦争を描いててその正義だの悪だのということでジッパ人からげにしてしまって、あのその行為自体を容認してしまうっていうものを子供に種流すのはどうやってきな、やっぱり意識が働いてると思います。だからあの善悪ははっきりしないっていうことが多いです。で特にイデオンにおいては善とか悪とかいう概念も超越しちゃってて、つまり、イデが2つの文明を、まあ、あの試すような形でいろいろ動かしていく。で、まあ、その都度あの戦争を起こしてしまってるから、まあ、愛憎も深く、まあ、あのイデを失望させていってしまう。で結果的には、まあ、お互いも最後に、まあ、一兵卒に至るまで殺し合わなあかん状況にまで追い込まれてしまう。でそこの判断した段階で、まあ、あの流星があのバフクランの母星とその地球の母星それぞれに降り注いでしまうっていうことになっちゃうんですよね。でもうこの段階でもほぼ全滅決まってますね。つまりあの会見した時に、まあ、親子の間で決裂した段階でここでイデが発動してもおかしくなかったっていう、まあ、富野さん の話はですね、まあ、実はこれは本当のことやと思いますね。まあ、あの段階でもイデが発動してもおかしくはなかったということです。で、まあ、あの、救いようのない戦いに、まあ、どんどん、あの、発展していきます。残り、残り4話分なんですけども、もう、戦いがどんどん苛烈を極めていって、まあ、B メーカーのコックピットに、まあ、あの、ギゼがいない状態、まあ、冒頭で死んでますからね。まあ、A メーカー、C メーカーのみ。そして、あの、各イデオンメーカーの、あの、まあ、クルーもですね、まあ、バンバン、まあ、あの、死んでいくっていう状況になります。Cメカから一遍カーシャが降りてですね、まあ、あの、カララを守ろうとしますね。で、ハルル・アジバが、その、ソロシップに直接乗り込んでって、カララだけの殺害には、あの、成功します。その時に、パンダ・ロッタも死にます。で、カーシャも、あの、その時はまだ死なない。その後に破片に頭をやられてあの死んじゃうんですよね。もうあの凄惨な戦争がもうず、まあ、戦争がもうずっと続くと。で、ソロシップのクルーも、まあ、どんどん死んでいきます。で、一番強力な兵器が、ガンドロアっていう超新星爆発を利用したあの巨大なビーム兵器が登場します。これはあの超新星爆発のエネルギーを天体的なエネルギーをあの使ってるんで、まあ、あのガンダムに出てきたこのソーラーレイの火ではないぐらいの威力がありますね。でさらにですね、バッフクランの攻撃は、ソロシップに彗星をぶつける作戦まで敢行することになります。まあ、その時にですね、あのシェリルさんが亡くなるんですけどね、はい、ハイパールーブを宇宙服に入れてイデの防衛本能を刺激するして波動感を動かすっていう荒技やったんで、まあ、その時にあの余波で亡くなっちゃいます。まあ、つまりイデにとってもソロシップのクルーはもう守護する存在ではないんですよね。要はメシアさえ生き残ればいいっていうふうな判断になっちゃいます。まあ、ドバ総司令と、まあ、ハルルの間にも、まあ、もう決定的なもう分裂が起こります。つまり、
カララを殺害してきたハルルに対してドバは声をかけるに行くんですけども、ただもう女として充足された性を全うしたカララに対してハルルが嫉妬してるんですよね。でその独白を聞いて、山でこう男としてもう役割を期待を押し付けてきたっていうことを棚に上げちゃって、そのことに対して怒りを覚えちゃうんですよね。山で その接し方に対する裏切りみたいなところで、私はお前をそんな風に育てた覚えはないみたいなこと言っちゃうんですよね。だから一番可哀想だったのはやっぱりハララだったの、ハルルさんだったんじゃないかなと思いますね。で、ドバはその悔しさ、父親としての悔しさを、ソロシップにぶつけようとするんですよ。で、こんな状態で、ガンドロワまで発動しても落としきれない。イデオンが。っていうことになって、そんなことになってるんですよ。1回目の彗星の方も波動ガンで落とされて、その次にガンドロワのビームの直撃をやったと思ったんですけど、寸前でワープしてたんですよね。デスドライブかましてて。で、ソロシップの看板の方がちょっと一部損傷を受けただけだったんですよね。で、それで生き残ってる様を見ても、オーメザイダンのですね、トップがですね、もうこんな戦いをやってももう無駄みたいなこと言うんですよ。もうめちゃくちゃ動揺しまくってですね。で、イデは、気候こそ排除しに来てるということを、的確なことですけども、言うんですよね。で、すると、もう、帰るところがなくなってるんですよ。つまり、頭脳大帝がいてたバフクランの本性自体も、イデの流星によって消滅してまして、で、オーメ財団の、トップを、その場で射殺します。ドバが。で、もう完全にもう強行状態ですよね。で、もうバフクランの商品にもそのことがもう伝わっちゃうんですよね。要はもう最後の一平に至るまでもうイデホンと殺し合いを続けるか、つまり種族が全滅するまでやり合うか、っていうところまで来てしまったと。で、一方でソロシップのクルーもバタバタと亡くなっていくんで、もうこんなとこまで追い込まれちゃうんですよ。で、最終的にはイデホンもソロシップもですね、バイラル人、機関がバイラル人、そう。ガンドロワがその超新星爆発のエネルギーを利用したビーム兵器です。そして、バイラル人の下部の3分の1は消滅してて、そのままイデオンがですね、悪感飛行中に、撃った、イデオンガンのエネルギーがですね、バイラル人の下部の3分の1を消滅させたと。ハルルはその時に死にます。で、デスブレーキをかけてバイラル人のレッドポイントをイデオンを破壊しようと試みます。で、その段階でもう、これも、もう確定してますよね、いろいろとね。クルーが次々と死んでいくと。で、あれだけイデオンが、イデが守ってきてた、子供たちも、死んでいきます。で、その様を見て、あれですよ。ジョーダン・ベスはですね、ベスはですね、俺たちはやることが遅すぎたのかもしれんぞって言うんですよね。その通りなんですよね。もうやることがもう完全にもう遅すぎました。もうつまり、もう完全に殺し合うしかなくなっちゃったと。そしてイデオンの方もですね、死なばもろともとか言って肉薄した重機動メカと差し違えられます。そしてコスモもデクも死んじゃって、イデオンがイデオンの力を解放するとバイラル人の溜め込んだ超新星爆発のエネルギーも解放されます。で、その空域にあった生命体の全てが消滅します。要はもう敵味方全滅エンドっていう、皆殺しの富野って呼ばれる、ゆえんの話になってますね。つまり、行き着くところまで行っちゃいます。で、生命体の全てが消滅して、バイラル人自体がその溜め込んでた、ガンドロワ用にですね、溜め込んでた超新星爆発のエネルギーと、イデの、エネルギー自体が放出されて、銀河中の全ての生命体を、巻き込んで消滅しちゃうんですよ。救いようもない話ですよね。で、
死んでしまって四年体になった人々がそのメシアとルーに導かれて、まあ敵対していた人々の魂がですね仲良く集まって、まあ、どっか行くっていう最後になるんですよね。まあこれがブレンパワードのオープニングと同じようにこの、まあ、全裸でこう魂が飛んでいくっていう、感じなんですけども、まあ、ブレンパワードのあれタンザニアにオープニングで全裸になってただけって話なんですけどもこれ1998年の放送のアニメのブレンパワードのオープニングですよね。これ同じ富野監督の作品です。こっちはワワオでやってましたね。まあそういうつながりがあります。まあ富野監督のですね、まあ何ですか、哲学的作品とかいうのはですね、基本的にですね、なんかようわからないエネルギー使われるんですよ。まあブレンパワードでオーガニック的とかなんか言われてたんですけども、例えばダンバインなんかやったらそのオーラバトラーのオーラ力とか、あとはイデオンではイデですよね。まあ全てはイデの導きなんですけども、イデのエネルギーで解決されちゃうんですよ。まあつまり割とスピリチュアルなんですよね、もう終わり方が。まあ輪廻転生するっていうか、違うところに生命の種をイデが送り込んで、まあそこで終了という、まあ凄まじい話でしたんですけども、まず作画がこの、まあイデオンがすごかったと。で、板野サーカスをやった板野一郎さんなんですけども、で、イデオンで、バフクランのメカあるじゃないですか。バフクランのアディゴっていう小型重機動メカですね。あれに対してイデオンがミサイル一斉射撃したりとか、まあ、ズロージックとかいうメカがミサイルをこう撃ったりとかするときに、これが板野サーカスの原型って言われてます。つまりよく言われてるのはマクロスで、まあ、反応弾とか撃ったりとかスーパーバルキリーなんですよ。ミサイルをまあめちゃくちゃ撃ったりとかするとこう踊るようにしてこう G を無視してですね飛んでいくっていう描写があるんですよ。これがまあ板野サーカスなんですけども、イデオンにおいてもこの板野サーカスをやっていたんではないかと。でメカ面での作画が板野一郎が担当してて、キャラクターデザインが小川智則さんが担当されてます。で彼はダンバイン、まあザ・ブングルとかダンバインでもまあキャラクターデザインされてて、非常にちょっと骨格がこうしっかりした形の、まあ、作画をされてるなんですよ。キャラクターを描かれてるんですよね。まあちょっと顎の尖ったような感じの、そうですね、個性で言うと。それで小川さんってわかるんですけども、まあつまりまあキャラクターデザイナーのその小川智則と板野一郎っていうこの二人が、まあ劇場版においてもこの作画で頑張ってくれるっていうのがありましたね。なんでまあ作画がすごかったんです。1時間半のこのまあ発動編なんですけども、まあとにかく当時その巡り合い空の作画もそうだったんですけど、発動編もそれに負けてません。まあ迫力すごかったですね。まあミサイル一斉発射とか、まさにこのまあ板野サーカスじゃないとできないっていうのがありましたね。これイデオンで言ったら神浦ランバンが死んだ後コスモがやったあれですよね、ミサイル一斉発射。これスーパーロボット大戦で武器として登場しますけど、まあこんな感じでですね、まあイデオンの作画はまあ本当に素晴らしかったと思います。特に劇場版は。それでですね、イデオンがまあいろんな作品に影響を与えたっていう話なんですけども、まあまあ、ぶっちゃけその同時代で言うたら、まあその宇宙戦士バルディオスですね。まあこれはまあそこに同じ時期にこう放送されたんで影響を受けて、まあちょっと悲劇的な終わり方をしたロボットのものですね。これはタツノコプロダクションのロボットアニメです。まあ劇場公開はそのバルディオスの方が若干早かったらしいんですけどね、それでちょっと富野監督が悔しがったという逸話が残ってます。まあで次にまあ一番影響を受けてるのはやっぱ庵野秀明ではないかなと。なんか青い炎でもですね、なんですか、ガイナックス、まあ後にガイナックスのメンバーになる人たちなんですけども、まあ集めてなんか大根フィルムだったかな、あれを制作してる時にですね、
あのなんすかガンダムはもうあのみんな当たり前みたいな感じで、あのイデオン全話見てもど、あ、全話見てこそとかいうなんかすごいマッドなこと言ってるんですけどあのなんですか、あの大根5のメンバーにあのとりあえずガンダム全話とか見せたっていう話が残ってるんですよ。あのイデオンやったかな、まあどっちやったか忘れたんですけども、あので最大級の彼らのおもてなしがその家であのガンダム全話見せたりすることやったらしいんですよ。言っちゃってますよ、ね、完全にねまあ、そういう話が残ってます。まあエヴァンゲリオン以前にですね、あの新世紀エヴァンゲリオンがあの1995年放送なんですけども、あのその前にですねガイナックスが制作していた1988年の OVA シリーズであのトップを狙いという作品があります。あのここに登場してくる合体メーカーのガンバスターがですね、まあ、宇宙怪獣の群れをですねあのスーパーイナズマキック一発でこうあの破壊しまくるっていうあの感じはですね、これがもう完全にもイデオンの影響を受けてるんじゃないかなと。でまあさらに言うとあのエヴァンゲリオンの初号機自体が、まあ、制御不能なところがあると暴走し始めたりとかいうのはこれはイデオンの、あのイデオンのイデの制御不能なところと重なる部分があります。まあ次にですねあの谷口五郎あの監督がですねあのやられた、サンライズ作品なんですけど1999年放送の無限のリバイアスです。こちらでもあの自我を持つ宇宙船と巨大ロボットっていう構造、あのさらに言うとあのバイタルガーダっていうメカが登場してくるんですけど、こちらはちょっとあのイデオンのパクリみたいなところがありますね。あのパクリってあるじゃないですか、影響かなり受けてます。あつまりあのバイタルガーダがそのイデオンとか重機動メカっぽいっていうのはおそらく谷口五郎監督がものすごく影響を受けてるということですね。うん、まああのさらに言うとですね、まあ、サンライズの第2スタジオのメンバーが作ったアニメスタジオが、まあ、ボンズですね。で、あの、井戸口博士が、あの、出口さんだね、監督した、あの、2002年のテレビアニメ、ラーゼフォンは、あの、イデオンと勇者ライディーンを重ねたような作品になってます。まあ、さらに、あの、言うと、出口さん、まあ、井戸口さんやかな、まあ、どっちか忘れたんですけど、あの、戦闘メカザブングルと、まあ、ダンバインで、あの、富野さんと仕事されてるんですよ。まあ、つまり、あの、直系の弟子っていうか、まあ、あの、直接仕事してたとします。そして、あの、個人的には、まあ、あの、影響を与えてるなと思うのは、まあ、新海誠監督の、あの、初劇場公開作品である星の声、2002年ですね。まあ、まあ、あの、これちょっと、あの、ロボットものなんですけども、まあ、ちょっとやっぱり、イデオンの影響は受けてるなと思いました。多星系で戦う、あの、女の子の話なんですけども。で、また、あとは、尊敬のパフナー、これ、ジーベック制作ですかね、あの、生方さん。脚本書かれてた。あとは鬼頭もひろさんの漫画で、まあ、後にアニメ化もされて僕らもにも、まあ、イデオン以降 の、 まあそのアニメとかあのそういったものの影響をあの見受けられました。で、まあ、あとは直接の影響で言うたらあの小説家で言ったら福井春敏ですかね、まあ、あのガンダムユニコーンであのガンダムのあれやられてますけども、あの福井さんはすごい富野ファンなんですよ。で、あのまあ福井さんはまあ、富野アニメの最高傑作ははっきり知ってイデオンだっていうようなこと言ってたよと思いますね。つまり、あの、イデオンフォロワーってすごい多いんですよね。あの、まあ、バフクランのその重機動メカとイデオンの戦いっていうのは、まあ、魅力はありますね。ありますよ、もちろん。あるんですけど、まあ、あの、スターウォーズ以降の、あのスタイリッシュな戦い方にちょっとこう見慣れている層からするとやっぱり泥臭く感じるんですよね。で、あの同じ富野アニメでこのザンボト3っていうあの、まあ、一番サンライズでの一番最初の作品なんですけど、でこちらの方であのザンボエースがあの1話から3話目まで主役メカなんですけどね、合体するまでね。これはあのマガジン交換をあのザンボマグナムのマガジン交換をあのジンカッペが行うっていうそのリアリティのあるあのメカをですねあの最初に提唱してたんですよ。つまりあのスタイリッシュな最先端のアニメーションだったんですよね。今までそのロボットアニメであの弾をローディングするっていうこと自体がなかったんですよね。それを最初にやったのがザンボエースです。なので
あのそういう意味で の, そのスタイリッシュさがやっぱりなかったんではないかなっていうところはあります。で新しさはあるんですけど、もう一発だけに終わっちゃう新しさなんですよね。でつまり、ガンダムみたいに、まあ、続編を、まあ、作ることは想定してない作品ですね。まあ、ともそも富野さん自体本来ゼータガンダムやりたからなかったっていうのは、まあ、そればっかり作らされるのが嫌やったっていうのは正直あります。だからあのザ・ブングル・ダンバイン・エルガイム・ゼータ・ガンダムというふうな流れになるまでにあの複数の作品を作り続けるんですけども、あの、まあ、作家性ゆえんでしょうね。まあ、でもあのこうやって後世においてですね、あのいろんなクリエイターに影響を与えて、でかつあの未だに語り継がれる作品を、まあ、作ったという点において、まあ、僕も含めて、まあ、あの柔道の富野ファンというか富野信者ですねにとってはですね、まあ、やっぱり最高傑作って何って聞かれたら、やっぱり最初に出てくるのってイデオンじゃないですかね。うん、まあ今でもですね、まあ、キーボードで弾けちゃうぐらいこの弦が飛ぶをですね覚えてるぐらいですから、僕もねいろいろ言いましたけどね、もうイデオンめちゃめちゃ好きですよ。やっぱり、うん、富野アニメの中での最高峰じゃないかなと思います。なんで、まあ、あの、ジレコまでちゃんと見てます。富野さんがやられている仕事は。まあ、本当にね、まあ、未だにこう、アニメーション作られてるっていうのはすごいことですし、まあ、まだまだちょっと頑張られるんじゃないかなと。こんな段階で、まあ、最高傑作だろう、なんだろうというのはちょっと失礼かなと思いましたけども、でもまあ、今までのキャリアの中ではやっぱり一番すごいなと思ったのはイデオンですね。この動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。